アンリ・サルバドールはフランスの歌手、レジオンドヌール勲章受賞者、カイエンヌ生まれ。両親はグアドループ島出身で、母はカリブ族の血を引く。アンリが12歳の時、一家でフランスに移住。ギタリストとして歌手の伴奏をして音楽キャリアをスタート。ジャンゴ・ラインハルトのレコードを聴いて真似をしながら、 ギターを覚え、後1940年代にラインハルトと仕事をした。ボリス・ビアンとクイン・シー・ジョーンズと曲を書き、数曲をレコーディングした。1956年に初めて、フランス語のロックンロールを、ビアンとミシェル・ルグランと共にレコーディングしたことで、知られている。1960年代は、フランスのテレビ番組のホストとして活躍した。1957年に、 彼が発表した、ドンモニールは、アントニオ・カルロス・ジョビンに影響を与え、ボサノバの誕生に貢献した曲である。カエターノ・ノベローゾは、自分の曲、ラコンベックス王で、サルバドールの名前を歌詞に使い、ブラジルで、サルバドールの名を有名にした。ミュージシャン・コメディアンであり、2002年、ケレン・アント・バンジャマン・ビオレ、アート・メンゴがプロデュースした、シャンブルア・アベック・ビルーで復活を遂げた。 このアルバムは、ミリオンセラーとなった。最新作、レベランスでは、ジルベルト・ジル、カエター・ノベローゾと共演していた。2008年2月13日、ドーム薬流破裂のためパリの自宅で死去。90歳没。ありがとうございます。